エルンスト・アウグストは、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、カレンベルク六1692年に選帝公となってからは、ハノーファー選帝公と称された。また、オスナブリュック司教でもあった。父は、カレンベルク公、ゲオルク、母は、ヘッセン・ダルムシュタット・ハクルートビヒ5世の娘アンナイ・レオノーレ。クリスティアン・ルートビヒ、ゲオルク・ビルヘルム、ヨハン・フリードリヒは兄、 デンマーク・ノルウェーの王・フレデリク・サン・セイヒ、ゾフィア・アマーリエワーネ、神聖ローマ皇帝・ヨーゼフ・イ世セイヒ、アマーリア・ビルヘルミーネは、名にあたる。ハノーファー・先帝公、ゲオルク・イ世セイ、ルートビヒの父。1658年に、プファルツ・先帝公、フリードリヒ世と・ゴセイト、ヒ、エリザベスの娘・ゾフィーと結婚した。この結婚はもともと、ゾフィーと婚約していた時系のリューネーブルク公。 ゲオルク・ビル・ヘルムから押し付けられた話で、エルンスト・アウグストは承諾する代わりに、時系に生涯独身を貫くことと、死後リューネブルク綱領を自分へ譲る協定を結んだ。1676年に時系が心変わりして、フランス人、エレオノール・ドルブリューズと結婚したため一時兄弟の間に疑念が生じたが、相続協定を再確認してことなきを得た。 成人した4番目の息子だったため、公くらいを継ぐ可能性がほとんどなく、1661年にベスト・ファーレン条約でブラウンシュ・バイクリュー・ネブリック公が使命権を持っていたオスナブリュック司教となった。普通乱戦争では神聖ローマ皇帝レオポルト一世に味方してフランス軍と交戦した。 しかし兄のうち二人が死死なくして死去したので、家督を相続して1679年に、父の医療の一部、ゲッティンゲンを含むカレンベルク公領を相続した。さらに1682年、名で時系の一人娘、ゾフィードロテアとゲオルクルートビヒの結婚で、リューネーブルクはゲオルクルートビヒに受け継がれることも確定した。自身の死後の領地の分割を避けるため、1683年に、 消失相続の原則を採用し、ゲオルクルート美ヒを後継者に指名した。また、1685年から1688年にかけて、ハノーファーのライネ川沿いに築かれたライネ宮殿の拡張に取り組み、1688年から1689年まで宮殿南側にオペラ劇場を建設、完成させ、1693年に、 宮殿拡張は終了した。1689年からは、ハノーファー北西のヘレンハウゼン宮殿と庭園の整備、拡張も行い、1695年に、宮殿南側にオランジュリーを設置、1696年から1697年にかけて、バロック様式の庭園を完成させた。レオポルト一世に従って、大同盟戦争やオスマン帝国との戦争にも、 参加した。1692年、レオポルト一世に選定公くらいを要求、戦争従軍の功績から要求を認められて9番目の選定公に指名され、ロードはハノーファー選定公領と呼ばれるようになったが、1698年、帝国議会の承認を得る前に68歳で、成去した。エルンスト・アウグスト死後である1701年、イングランド及び、 スコットランドのアン女王には、子が望めないため、エルンスト・アウグストの日・ゾフィーが1701年を追い、継承法により唯一の継承者となった。長男・ゲオルク・ルート・ビヒは、ハノーファーを相続し、1705年に、ゲオルク・ビルヘルム氏後のリューネーブルクも継承。選定校の地位が実際に認められたのは、選定校会議に列席した1708年である。そして1714年、 ゾフィーが女王法御の2ヶ月前に成去したため、ゲオルクルートビヒがジョージ一世として即位した。皇妃ゾフィーとの間に7男一女を設けた。ゾフィーは1701年王位継承法により、唯一の英国王位継承者となったため、エルンスト・アウグストとゾフィー夫妻がすべてのイギリス王位継承権保持者の最も近い共通祖先となっている。また、 愛人クララエリーザベット・フォン・プラーテンとの間に一難、一情を設けた。クララエリーザベットを、家臣のフランツ・エルンスト・フォン・プラーテンへ主はせた後も、彼女と愛人関係を続け、クララエリーザベットは、事情頭として、ハノーファー宮廷を取り仕切る立場にのし上がり、はじめ妹カタリーナを、続いて、エーレンガルト・ウェルジーネ・ネフォンデア・シューレンブルクを、ゲオルクルート・ビヒの愛人に差し出し牽制を振るった。 イギリス大使は本国への報告で不死で姉妹を愛人に囲ったハノーファーの大敗的なあり様を嘆き、ゾフィードロテアも姑め、ゾフィーや夫、ゲオルクルートビヒ、クララエリーザベトラ的だらけの宮廷に苦しみ不幸な一生を送った。AB ともきよ、P35P37。森、P182P184。菊池、P123P124。P ABC 谷口 P157 森 P185P186 谷口 P162P163P175 五友きよ P37P38 八友きよ P38 菊池 P128 森 P194 四友き P30P33P379P381 P386P387 菊地、P130 森 P186P188 菊地、P125P130 ありがとうございます。